はい、皆さんこんにちは。りなです。ザコです。エイティブログです。私たちはまだ沖縄にいます。オーシャンビューです。そう、私たちの部屋からの景色です。というわけで今日はね、一日マリンスポーツを楽しんでいきます。ちょうどあそこに見えてるね。ここ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 。でもまずは朝ごはんを食べなきゃいけない。行きますか。行きましょう。私たちの最後の朝ごはんはラウンジで食べる。今日の朝は和食弁当、うん、沖縄の弁当だね。これもなんか沖縄の炊き込みご飯って言った。炊き込みご飯といろいろ。すごいね。いただきます。いただきます。めっちゃいい匂いですよね、炊き込みご飯の。いいよね、和食もあって洋食もあるから何泊しても飽きない。これ何？スパム？うん、違う、餅。え、美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかった。もっと食べたい。もう本当にメニュー上から下まで全部だ、ね、全部注文しちゃう。ごちそうさまでした。海に着きました。海だ海だ海だ。そして今日もいい天気。うん、明るすぎる。昨日の曇りとか雨が嘘かのような。今ライフジャケットをもらったりタオルをもらったりしてやりたいのがこれだよ。まずはオーシャンパーク。ここに一日中遊べるって書いてあるけど私たちいつも通りタイトなスケジュールなのでここで1時間ぐらいこれ遊んだりして、で他にもいろんなアクティビティがある。メニューを見たら本当に昨日やったのがサンセットクルーズとかサブマリンをやったけど、他の動画でね体験してる様子撮ったのでぜひ気になる方はチェックしてみてください。そうだね、この砂めちゃくちゃいい、気持ちいいよ。ふわふわだね、うん。準備完了です。これで溺れる心配はない。そうだね。で私はここにアクションカメラをつけてシェアしたいと思います。おお、冷た。寒い。水冷た。入りました。冷た水、本当に入りました。バランスが難しい。はいはいはい、行きましょう。ファイト。準備運動。準備運動いらん。もうおじいちゃんとおばあちゃんじゃあ、タカおじいちゃんかもしれないけど私おばあちゃんじゃないよ。そこから飛んでもいいよ、ピョンって。あのね、バランスが難しいよ。走れ、行け。うまい。アトラクション。そう、あのハーフパイプで走ろうと思ってます。これはそうだね、あそこも持たないで。そう、持たないで。ゴー。OK。早い。あのめちゃくちゃ思い切り走らないとダメだ。はい。行ったのに。ウィーンだったら。じゃあそれを一つ、それを見たい。you
なぜ？なんか穴がある。これをレナが通過できるか。この穴をジャンプで通ろうと思ってます。サーカスのライオンみたいな。どうぞ。無理だよな。おお、いかった。あんまりエレガントじゃなかった気がする。成功。水揚げされた魚みたいになってる。よいしょ。あぶね。あぶね。遊び方がわかりません。あ、いけた。だよね。ジェットスキーで引っ張ってもらって。楽しそう。なんか。準備はいいですか？まあね。まあね。おお。はーい。おお、おお、早っ。おお。いや、もうここ腕。ああ、楽しかった。すごいね。変な形のハーフパイプみたいな形のやつに乗る。スーパーマンスタイルで行くらしいよ。そうそうそう、前。これこことここ持ってればいい。そうですね。はい。さっきより絶対辛い。準備できてる？心の準備もできてる？行きましょう。うわ。今一回止まりました。これさっきよりやばいよ。はい、お願いします。ああ、はい、ということで今ねチェックアウト終わりました。はい、最終日だからここからちょっと空港に向かいつついろんなところ寄りながら沖縄をゆっくりさよならをする。 ANA インターコンチネンタルマンザビーチリゾートからさよなら。